こんにちは。あのパワー x の伊藤でございます。今日はこちらのプレス配信をご覧いただき、どうもありがとうございます。あの、本日はですね。パワー x のご紹介をさせていただきたいと思っております。あの授業の発表ですね。これからどういう授業をやりたいのかどういう方向に向かいたいのか、どういう予定があるのかこれについてスライドを通してですね。ご説明をさせていただければと思いますよろしくお願いいたします。 それではもう早速始めたいと思うんですけれども、あの弊社パワーエックスという会社を新たに作りました。で、まずこのあの創業の背景から少しお話しさせてください。あのもう皆さんご存知の通りかと思いますけれども、日本のエネルギーの化石依存率というのが現在85.5%となっています。なんで化石燃料でもうほとんど化石燃料で今日本は電気を発電して、まあそのエネルギーで我々暮らしているというのが現状です。 であのまあ、昨今です、ね、こう温暖化ガス気象変動異常気象いろんな問題がありどんどん世の中世界的にもです、ね、再生エネルギーの方向に向かおうとで脱炭素温暖化ガスを減らそうという方向に向かっています。 で、さらにあの化石燃料の海外依存度っていうのがあの1つ。この後お話しすることにつながってくるんですけれども。もうほとんどの燃料は炭素系の燃料で、さらにそのほとんど全て。もう9。7%以上の燃料っていうのは海外から輸入してきているとで、その輸入の仕方につきましても。も、えー、船に乗せて。 日なのでそれをこう自給率に割り戻しますと現在日本のエネルギー自給率は11.8%で世界的に見ても34位つまり全く日本はエネルギー独立ができていないかつ日本のエネルギーは炭素かつそれは全て海外から輸入しているというのが現状でございます。 で次のスライドなんですけれどもこれから再生エネルギー率がどんどん上がっていく予定となっていますこれ大変素晴らしいことであの逆に今16.9%しかない再エネ率が2030年までには38%までという目標が政府レベルでもありますその中で日本のその再生エネルギーの再エネの資源どこにあるのかと言われるとやっぱり洋上風力に非常に注目が集まっておりまして 日本は海があるさらにその海には風が吹いていてるその風のパワーを使って日本のエネルギーを脱炭素化していくこととエネルギー自給率を上げていくこれも一石二鳥狙えるわけですね。なので非常に大きな投資がされていて、まあ、目標としては今の27万キロワットの発電容量が4,500万キロワットまあもはや4 5ットと言った方が分かりやすいですね。このくらいもう莫大に増やすポテンシャルが2040年までにはあるとされています。 ただこれは目標ですなんでこの目標が45ギガい,い,いけると自給率が上がって炭素脱炭素がどんどん進んでっていう非常に国にとってはいいことなんですけれどもこの「how」の部分ですねどうやったらそれこそ日本で洋上発電がどんどん普及するのか再生エネルギーが普及していくのかそこに多分一つビジネスとして解決する課題があると思いこの会社を創業してます。 で我々今からご提案することっていうのは決して国内だけではなくもう国際的な問題を解決していきたいというふうに思いパワー X を作りましたで、その心このビジョンがこちらです風水太陽自然が生み出す電,電力をバッテリーに貯めて船で運ぶ電気の燃料を運ぶ時代から電気そのものを運ぶ時代へ、えー、自然エネルギーの爆発的な普及のために作る貯める運ぶのすべてをデザインするのが我々のミッションだと思ってます ここでお気づきかと思いますが、まあ、先ほどほとんど今は船で燃料を輸入してますよという時代なんですが逆に再生エネルギーになりますと再生エネルギーが生まれる場所とその再エネを使う、まあ、ほとんどの場合都市ですねこれ実は全然場所が違うんですね。で今までのインフラにそれがそぐうかというとそぐわないということがもう最近まあ見えてきております。なので風がすごく吹くところで,で使う発電できた電気をどうやってみんなが住んでるところで使うのか。 ここの送電のところに我々イノベーションの大きな可能性があるんじゃないかと思っています。ということで我々大きく2つの事業をやります。1つは電気運搬船という世界でも今全く例がない全く新しい電気を運ぶ手段送電の手段を開発して世の中に届けたいと思います。2つ目は蓄電池工場を作りますいわゆる電池ですね。 再生エネルギーというのはあのこう必ず普及していくにあたってカタリストが必要でさらにそれのサプライチェーンが必要でそこは私は私電もっともあの電気運搬船を作るときに船自体は作れたとしてもその船の中にやっぱり電池を積載しないと電気が運べないわけですね。 なので自分たちが使う電池もそうなんですがそれだけではなく当面の間日本においては電池の需要が再生エネルギーの拡大とともに非常に飛躍的に伸びるというふうに思ってますでこの後またご説明ありますが電気運搬船というのは時間かかりますで今から10年越しのプロジェクトと考えてますが電池の工場は早々に立ち上げますで逆にこちらで売り上げをしっかり上げて会社としても成長しながら長期国際ビジョンである電気運搬船の方につなげていきたいと考えています ということで次に行きます電気運搬船パワーアークという名前をつけましたであの今からご覧いただくこちらの船なんですがパワーアーク100型船ですこの船は私どもの方でデザインをしておりまして大型系統電池を100詰める日本近海向けの船体となっていますで日本近海というのはあの悪い時の海状のスペックでいうと波の周波数が6.5秒 波の高さ波高メートルという海域になりますそんな海域になった時にでも安全に超重量で超大型の、えー、いわゆるグリッド電池といいますかあの系統用蓄電池ですねを100個積載して安全に走ることができるのでこういう形になってます。でこの船なんですがメガワワットアーの電気を運べるんですねこれはあの大きな都市の1日分ぐらいの電気が運べます。 ですけれどもおそらくこれからこの船の使い道からするとこれが小さい方になるというふうに考えています。ちょっと簡単なスペックなんですけれどもまず航行可能距離ご注目いただきたいんですが100から300キロの資産になっていますでこれは電気でフル稼働した場合ですね電気のみで駆動するとこのくらいの航行距離でこの後ご提案するんですがこの船は洋上風力発電所と陸をつなぐスケーブルの代わりに使います。 もう一つは国内において系統の代わりに使えるんじゃないか国際的にもですね系統の代わりに使えるんじゃないかと思っておりましてでその用途の時には逆に駆動系を電気ではなくてバイオディーゼルとかクリーンディーゼルとかそういったものでやるとこの100から3 0 0キロが逆に1000から3 0 0 0キロに伸びたりということも可能です船自体ははメーートルぐらいいのの長さでででござままして蓄電池をこのバージョンでは100積んでおります。 で船の良さというのはですねすごくスケールしますのと荷物を運ぶ時の効率が高いんですねあの思い起こしていただくとあの我々の生活日常品のもう周囲の至るものはあのどこかでその製品は船に乗って我々の手元まで来てる可能性が高いですで逆にあの例えばノルウェーで釣れた魚を日本に船で持ってきたり逆に途中でアジアで加工して日本に持ってきたりしても効率がいいぐらい船っていうのは運搬効率がいいんですね。 なののでこのパワーアーク100型線は220メガワットアワーですけれどもどんどんコンテナの量を増やしてつまり電池の量を増やしていくとスケールが見事にします。なので3000型線というのも作れますし逆にこの電気運搬線というのは専用線ではなくシステムとして考えることも検討しております。 その場合例えばネオパナマックス船で大型タンカーで2万4,000コンテナ積んでいるような船が2万4,000コンテナのうち3,000コンテナを電池にすれば荷物もも運運べべるるし電気も運べるんですね今までのような重油専用タンカーというようなエネルギー船ではなくて全く新しい次世代のエネルギーシステムを作ることができます。 じゃあこの船でどんなそれこそ先ほど申し上げた洋上風力であったり再生エネルギーについて貢献ができるのかというところなんですがまずは養生風力発電所所の設置可能場がが広がると思ってます現在洋上風力は沖から、まあ、ケーブルの関係もありまして結構近いところに作るもんなんですね1 5キロとか2 0キロとか。ですけど海外の事例ですと実は遠浅な海域がすごく、えー 続いているような国では100キロ沖に作るのが非常に最近多くなってますで、なんでそれだけあの沖に作るかと言いますと沖の方が風が強いからですなので日本も一緒です沖に作れれば風が非常に強く吹いておりますですけれども沖までの海底ケーブルをはわすことは非常に環境にとっても良くないですし時間とコストがかかります いわゆる海底を掘り起こしてそこにケーブルものすごい高圧線を埋めてでそれを100キロにおいて行うといろ,んないろんな問題がやっぱりあの環境面においても考えられますし逆にに漁業面においいてもいろんな影響がありますそこを我々船でつなぐことによりまして沖に風車を立てるんですが間をずっと船が行き来することによって沖で生まれた発電電気を岸へ戻して我々が使える電気にとして送電する。 船がケーブルの代わりをしますもう一つはですね、系統なんですが日本では現在北海道が再生エネルギーのポテンシャルが非常に高いとされておりますそれは光もいわゆるソーラーもいいですしさらに風力にとってもいい地域だとされています ですけれども、この右側見ていただきますとこれ現在の系統なんですが現在北海道と東北は90万 kW の系統がありまして今度東北から東京までは代わりに1262万 kW あるんですねつまり北海道にたくさん洋上風力発電所を建てるとそれこそ風は吹いてるんですがそこで生まれた電気を東京に今持ってこれないんですね。なかななかか持ってくる方法がないと。 で系統強化をすればもちろんいいんですけれども系統強化というのはいわゆる鉄塔を例えば増やしたりとかですね森林伐採につながったりあるいは森とをしたりあるいは土地をたくさん買ったりして非常に時間かかりますし環境への影響も危惧されますしコストもすごくかかります一方で海底ケーブルという案もありますけれども海底ケーブルを例えば800キロとか1,000キロぐらいのケーブルを引きますとこれも海底非常にこうどういう影響を起こすかわからない掘り起こさなければいけない。 だったら船でつまり北海道のあらゆる再生エネルギーを例えば一箇所にまとめてでそこの港から大型電気船が毎日10隻、えー、本州に帰ってきて8 0 0キロ9 0 0キロぐらいですかね例えばここの図では本当に仮で「あの柏崎」と書いておりますけれども系統がつながっているような港に帰ってきてそこからドーンと電気を流せばそのまま東京で使えます。なのので北海道の洋上風力をしっかり 使いこなすためにも例えば電気運搬船という可能性があるんじゃないかと思っております。ということでメリットなんですけれどもまずはもう海に接している場所がどこでも電気を送電できるどこでも系統になるというのがイノベーションの一つです。二つ,つ目はケーブルに比べると設置や稼働開始までの時間が短いことさらに三つ目送送電電先と送電タイミングが選べますつまり船の行き先を変えると電気の行き先が変わります。 これはあの今は日本という文脈の中でご説明さしあげておりますが当然我々グローバルにこの事業を打ち出していきたいんですけれどもその場合島々が近隣各国いっぱいあるようなところですと船が毎日行き来しているネットワークを使えば船の行き先を変えて電気の行き先を変えられるという需要と供給のバランスも取ることが例えばできるかもしれません。つ目環境への影響をををを最低限に抑えらられますまますすす木を切りりせせんん海底を掘り上げません船を作って行き来するだけですから 環境への影響というのはこれ以外の系統方法についよりは圧倒的に優しいとで初期導入コストさらには海底ケーブルよりももちろん安いですし売電やグリーンドへの放電タイミングも自由に選ぶことができますつまり船自身が電池ですからいつ放電して売電するかっていうのは船が陸についたタイミングで選べるわけですねなんで蓄電池の代わりにもなるとで最後七番目がやっぱり一番大きいと思います これはあの我々日本にいる限りですねどうしても地震どうしても津波こういった自然災害にまあ勝っていかなければいけませんなので資源自然災害に強いというのはこの船の特徴だと思いますつまり沖の船舶であれば津波の影響であったり地震の影響っていうのは受けないですねただケ統トウであったり海底ケーブルであったりこういうものはその限りではないわけです つまり船は災害に強いですしこの後あとの私の共同創設者についてご紹介さし上げますけれども例えば日本中を電気運搬船がずっと動いて毎日電気を運んでいれば何か有事の際にその船がいわゆるこうサポートとしてあの駆けつけてですね電源に非常用の電源になることだってできるわけですね。なんであらゆるレイヤーにおいて災害に強い仕組みであります。 ということでこの船我々2025年に必ずや一号星を作りたい一号艇を作りたいと思っております。なのであの今からあの全力で今もずっと準備してきてるんですけれどもあの2025年にまず一隻作ってですね電気をリアルに運びます。で,で電気を運んで、えー、しっかりですねこの仕組みを、えー、立証したいと思います。で立証した暁にはおそらくこの船の需要が再生エネルギーの需要とともにどんどん必要になってくるのが2020年代後半なので。 その後半までにはこういう船をしっかり製造してデリバリーできる体制というのを私どものみならずパートナーシップとともにですね提供していきたいというふうに考えております。ということで次の事業なんですけれどもはい我々電気運搬船というのはまあ冒頭申し上げた通り10年ぐらいのスパンをかけてしっかり育ててあげる我々のビジョンである事業だと思っております。 でもちろん今から着工するんですけれども今すぐ電気運搬船で売り上げが立つような、まあ、今すぐここ,こ,こでこう販売できるようなものでは当然ないわけですね一方で再生エネルギーで日本がさらに活力を得るためには実はこの蓄電池というものの需要がどんどん高まりそのサプライチェーンをしっかり構築する必要があるのではないかと思っています。なので我々の目先の事業今すぐやる事業として売り上げを立てる事業としては電池の工場を作ります。 それがパワーマックスという名前にしてあります我々のパワーマックス工場は大型電池組み立て工場ですなので電池のセルは作りません こののセルの部分ですねいわゆるあの化学反応が起きるそれこそあの乾電池から始まりこのくらいの大きさの,あの見えないですね <laughs> あのちょっとした手に持てるぐらいの大きさのものが電池のセルというものなんですがこのセルをトレーに給食のトレーみたいなものに並べていくと電池のモジュールというものができてこのモジュールを縦に積んでいくと電池ラックができてこの電池ラックを例えばコンテナに100個積むとですね系統用の電池になるんですね。 つまり電池っていうのはいろんな大きさにこのセルを組み上げていくことによっていろんな大きさの電池が生まれそれぞれに向けたソフトウェアと周辺の電気機器をつけることによってそれぞれ特化した電池になります。なので我々の電池工場はセルを大量に仕入れてまず初年度1ギガワワットアーの電池を作ります2028年には年間5ギガワットアワーまでその電池の生産量を拡張していきます。 で作る電池なんですが、えー、左側に書いてありますグリッドバッテリーこれは系統用電池 EV の急速充電用電池当然ですが船舶用電池あとは例えば住宅用電池こういったさまざまな用途の電池を作ることによって日本のの再生エネルギーーサプライチェーンを支えたいと思っております。なので例えばなんですけれども我々の船舶用電池これはもうコンテナ形状になっていることにより船舶には積載しやすい。 船舶のシステムと接続しやすいようなソフトウェアシステムが搭載されておりまして、電気の容量としては3000キロワットワぐらいの大型電池になります。で、こういう電池をしっかり日本の造船業、もう日本の造船業は今世界の20%ぐらいのマーケットとしては持っておりますので、これからおそらくですね、どんどんハイブリッド船だったり、オール電気船というものの需要が増していきますので、そういった時にこういった国内の電池サプライチェーンというのは極めて重要になってくると思います。 次にグリッド用電池、これは系統用電池ですね。なのでソーラーパネルの例えば発電所があれば、今日は天気が良くていっぱい発電して良かったねと思いきや、お隣さんもそのお隣さんもみんなたくさん発電してますんで、余剰電気が生まれるんですね。で余剰でその日使えなかった電気を1回このグリッドバッテリーにドーンと受け止めて、で必要な時にまた系統へ返していくというようなグリッド電池、こういうものも作ります。 で今日少しし詳細にお話したいもうちょっとイメージをあの膨らませたいので、えー、少し詳細開示をしたいのが我々 e この電池はですねあのちょっとした小さめのミニバンぐらいの大きさになります。であの両側に赤いホースついておりますけれどもこの電池は今イメージはもう駐車場に置いてありましてで右側と左側に車を止めてそのまんま自分の車を超急速充電できる。なので最大3 0 0ットの出力が可能になります。 でこの電池は、まあ、電池なのでででで移動できますす工事が不要で低コストですで電池自体は設置するとです、ね、そのいわゆる 200V の電源に電池は挿して電池はずっとゆっくり充電されてるんですが車が来て車がつながると超高圧で急速充電でドーンと充電をするそんな仕組みになってます。 まず背景なんですがこれから EV が普及するとされる中でやっぱり EV を買う時の一番の不安はどこで充電して航続距離がどのくらいあって自分の日常生活がガソリン車に比べて大きく変わらないかなということだと思います。 それに向けてもちろん政府としても3万機の急速充電器を作ろうというような目標があるようでございまして現在は7,800機ぐらいしかないのでここからぐっと整備していく予定なんですねこれ2030年までなので,でこの整備していく過程の中で実はどこに充電器を置くべきかでそれによって我々消費者としての利便性が大きく変わります。 なのでまずこの右側のチャートの見方なんですがあの下半分が工事保守が必要で上半分が工事保守が不要我々が目指すすのは右上になりますつまり電池なので工事い,らいりませんと普通あの急速充電器を作る場合は電線から高圧を引いてきて1つ据え置,置きのチャージャーを工事して作るんですね。 でそこでできちゃったらもうもうもう運用するだけなんですけれども我々の電池は置くだけです持ってきて置くだけですなので、えー、いわゆるスーパーコンビニドラッグストア、えー、コインパーキングあるいはレストランの駐車場に1個か2個ポンって置くイメージですで電池自体は先ほど申し上げた通りゆっくり200ボルトでずっと充電されています。 でお客様が来るとその例えばコンビニに来て電池の隣に駐車してガチャンとつなぐとコンビニにいる間の10分で超急速充電が行われますで急速充電なんですけれども今あの欧州のメーカー米国のメーカー含めてですねどんどん急速充電に対応する車が出てきましてこの電池を我々発売展開しようと思っている2025年頃にはもはや新車は全部急速充電対応になるであろうというふうに見られております。 でそうするとですね我々が普段消費者として普段のの生活の中でででで訪れてるるところで急速充電ができるんですねなのでサービスエリアパーキングエリア自動車ディーラー公共施設こういうところの整備がどんどん今進んでますけれどもとはいえ普通に毎日通っているようなレストランだったりコンビニだったりスーパーで5分10分で充電できた方が便利でこれを逆に一つの充電ネットワークにできないかなと考えております。なので我々のこの電池はですね全部 IoT で 4G につながってます。 全ての電池の場所と使用状況と需要をずっと把握ネットワークで把握することによりまして移動できるる充電ネットワークが作れるんじゃないかと考えてますこれどういうことかと言いいますと一、えー、つの例えばじゃあレストランに置いてみましたとで置いて誰も使ってないようであればもうさっさと移動します。 でこれはあの末置き型のので工事しちゃって何千万もかけて作っちゃったらで誰も使わなければそれで終わっちゃいますけれども電池であれば自分の好きなところに移動できますのでお客様の需要に合わせて電池の配置をすることにより、まあ、消費者からすると必ず欲しいところに電池はあるそういう現状が作れると思っています。 なんで例えばこの季節ですけれども今は,、まあ、今はないですけれども規制ラッシュなんかで高速道路が混むような日にはお盆の規制ラッシュの時はサービスエリアに例えば電池を40台だーっと並べてその時だけものすごいピークの需要に合わせることなんかもできるわけなんですね。ということでこういう感じですね。なので電池のトライに注射してドーンと急速充電ができるようなこんな電池もパワーエック x のパワーマックス工場で作る一例になります。 これだけ少し詳細にお話しましたけれどもこういったさまざまな日本の再生エネルギーの課題をサプライチェーンとしてですね我々電池を供給する側として解決していき再エネに貢献できればというふうに思っています。ということで我々のこのパワーマックス工場ですがもう来年から建設を開始する予定でございます。 で2023年にはテスト生産を行いまして2024年から本生産を開始しようと思ってますなのでここあの短期間ですけれども大型電池工場しっかり立ち上げていきましてこれが当面の間我々の売り上げであり会社のビジネスになるわけですけれどもこの電池が作れるから最後の船が作れて船が作れるからもっと大きなですねあのビジネスであって社会貢献につながるんじゃないかと思ってます。 ということであの大変遅れましたが私がパワー X のです、ね、代表取締役社長の伊藤でございます、うん、あの私の,あの本当にちょっとした自己紹介でございますがもともと2000年にです、ね、自分の IT 会社を作りまして2014年までその会社をやってです、ね、その後現在の ZOZO に会社を買っていただきましてでついこの間まで ZOZO の取締役兼 COO としてやらせていただきました。 であのもう私は常にですねイノベーションとかテクノロジーとか新しいことに挑戦するのが大好きでございましてあのもう以前からこういったこう、まあ、テクノロジーを通して、えー、自分の障害中にですね、まあ、大きくあの、まあ、日本の役に立ちたいさらに、えーまあ、特にですねこの,あのエネルギーとかあの環境の課題ここに大きくあの貢献したいという強い気持ちがありましてパワーエック x を作りました。 で実は共同創設者がおります。あの弊社の取締役会長なんですけれども、あのバイオベンチャーのですね上場企業でバイオベンチャーのヘリオスの創設者であり社長の鍵元氏が共同創設者です。であの鍵本さんと何であの会社を作ったかというところなんですが、やっぱりあのずっとあのお話をしててですね、あの先ほどちらっとお話したように。 仮に電気線が日本中走ってればですね、何か有事の際にそれが出動して非常用電源になってあの人の命が救える救えると。あの鍵本さんはもともとあの、えー、ヘリオス社でですね、あのまあ人を救うためのベンチャーでもともとお医者さんでいらっしゃるので、あのそういうところで息投合して我々でパワー X を立ち上げました。で今日はですねちょっとビデオメッセージという形で、えー、鍵本、えー、会長よりですね私の我々の鍵本より、えー、一つメッセージを。 ございますのでこちらご覧ください皆様こんにちはパワー X 共同設立者そして取締役会,会会長の鍵本正久と申します私はパワー X の需要が自然エネルギーの拡大促進ひいては循環型エネルギー社会の実現に大きく貢献できると考えております これは私のマクロの夢であり必ず達成したいと思います一方で私は医師という身分もあるのですがその視点からもこの授業に大きな使命感を持っておりますそれは電気で救える命があるということです皆様ご存知の通り人間が人間らしく生活するために電気は今や必要不可欠なものです これは医療現場でより切実に感じます。例えば東北大震災をはじめとする津波や震災、えー、台風などなど災害時の時にですね大大規模の大停電が起きます。普通に生活してもダメージを受けるわけですが例えば入院中の患者さんにとってはこれは生死を分けるイベントになります。もし、 東北大震災の時パワー X 社が存在していたらそして我々の電気運搬船であるパワーアークが近海に転換されていたらどれだけの命を救うことができたか災害対応線、そんなこともパワー X が作る未来の一つだと考えております電気で一人でも命を救える企業を作るそんな思いで経営をしてきますのでぜひよろしくお願いします ということで他のです、ね、我々経営陣の簡単なご紹介をさせてください。あの弊社社外取締役が現在3人3人着任しております。 でえー、簡単に私の方からご紹介をさせていただきますがあのまずパ左のパオロ・セルティ氏なんですけれどもこの方はです、ね、あのバッテリーベンチャーではもう今世界最大規模となられたノースボルトの創設者兼 COO を現在されております。 でノースボルト社はもうあのもうメディアでも大変多く取り上げられておりますけれども例えばホルクスワーゲングループだったり BMW グループの自動車用電池の受注をされてです、ね、年間もう60ギガワットアワー分の電池を作る大型工場を複数において展開されているそういうパオロさんですね。 次、シーザー・セングプタさんなんですけれども、シーザーさんは Google 社にもともといらっしゃってですね、GooglePay であったり、Chromebook だったり、ChromeOS Chrome だったり、こういったプロジェクトをグローバルにずっとご覧になられた方です。でつい最近ですけれども、スピンアウトされて、ご自身の今、チャレンジもされていると。でマークターセック・クタセッ さんですね、マークさんはゴールドマン・サックス証券の元パートナーの方でいらっしゃってでその後世界最大規模のです、ね、環境保全団体ネイチャー・コンサーバンシーの CEO を10年間歴任されましてで非常にこう金融とさらにこの環境問題への取り組みに活躍されている有名な方でいらっしゃいます。 はい、まな左の、えー、パウロ Cerruti、ね、Hi. My name is i, and I joined the team as a non executive board member for the company. I'm also the co founder and chief operating officer of Northwood, a Swedish based company which is developing Giga scale battery manufacturing in Europe. and has grown from zero to a valuation of $12 billion in just five years. i'm extremely excited to work with matha and hardy on this project. they share the exact same drive and vision towards a decarbonized world that we have at northwood. enabling an infrastructure which is more flexible, affordable, and resilient is one of the most important priorities to successfully complete the mission. the potential is virtually unlimited. From infrastructure-level energy storage to EV to disaster recovery, the market is at its early stage and is expected to grow double-digit year-on-year for the next decades. Japan is also the cradle of many of the battery technologies from an R&D and manufacturing point of view, and access to top-notch talent is going to be key to execute the plan. There is also another aspect that advocates for homegrown technologies. In a world where oil imports imposed a heavy energy dependence, renewable sources of energies are now a unique opportunity to rebalance the geopolitical risk. And in this context, it is important for the energy supply chain to have all its links under control. Finally, I hope I will be able to help PowerX to grow and realize its ambitious plans, take many of the mistakes I made in my career and turn them into opportunities and learnings. と t o い fun. はい、ということで、えー、パワー X、えー、経営陣でございました。はい、ということで、ですね、あの我々あの、パワー X の本日の、えー、私からのご説明というのはあの以上でございまして、今、あのまさしく我々、えー、総評メンバーの募集中でございまして、さらにパートナー企業、投資家、えー、ご興味いただける皆様のです、ね、お問い合わせをお待ちしているというところでございます。 であのこの後ですね質疑応答あの今つながっていらっしゃるメディアの方々からご質問をいただいているというふうに聞いておりますのでちょっとあの今手配をさせていただきますのでいただいたご質問を数点お答えさせてくださいはいはいお待たせいたしましたただいまより候補の進行で質疑応答に移らせていただきます回答者は伊藤が務めさせていただきますお時間の都合上すべての質問にはこ 回答できない場合もございますのであらかじめご了承くださいそれでは質問に移らせていただきますエネルギーを運ぶ手段はたくさんありますが蓄電池で運ぶことでエネルギーコスト上どういったメリットがあるか教えていただけますでしょうかはい、あの。 そうですね、ご質問の意図としておそらくエネルギー密度の話なのかなとちょっと思うんですけれどもあの確かにですね現在の電池のエネルギー密度というのは例えば燃料いわゆるこうガソリンなんかに比べると全然低いわけですね。ですけれどもあの電あのエネルギーを総合的に見た時にですね充電と放電の時に起きるロストさらに電池自体のエネルギー密度あとはその電池を運ぶために必要なエネルギーこれを全て試算する必要があります。 なのであの必ずしもエネルギー密度だけではないのかなとというところですねなのであの船自体パワーアーク100型船は 100km ぐらいの洋上風力で使う場合ですね例えば1 0 0キロ m 沖ですとケーブルでも交流から直流でまた交流に変える必要がありますので大体エネルギーロスがケーブルぐらいでも5%ぐらい生じます。 それに対して船で全部電気でで運んだ場合ですね全てでも90%ぐらいですから95%がケーブルでさらに船だと90%ぐらいのエネルギー総エネルギーコストで運ぶことができますので環境への影響であったりさらに置きに行くことによってより強い風力で稼働率が上がることであったりこういったものをバランスするともう全然エネルギー現在のエネルギー密度でも可能ではないかと思ってます。 もう一つはこれからエネルギー密度は増すす一方ですあの電気自動車がどんどん増えて電池の R&D が世界中で進めば進むほど電池そのものが進化してもっと電池の密度が上がってコストは下がります。ましてやこの先半個体電池や全個体電池なんかが出てきますと。 パワーマックスの工場の方ではセルは作りませんからそういった最先端の電池を仕入れさせていただきますので例えば半固体電池であれば密度もさらに上がり安全性がぐっと上がるわけですねなんでこのパワーアークで電気運搬船で電気を運ぶ2030年頃にはですね、さらに良い状況になっているのではないかというふうに考えておりますはい。ありがとうございますそれでは次の質問に移らせていただきます 取締役に名だたるメンバーが連ねていますがどのような役割をそれぞれがなに、はいまあ、せです、ね、弊社は非常にまだアーリーステージのベンチャーでございますのであのいかに適切に最初からあの正しい経営判断をしていくということが重要だと思います。 なの例えば豊島役のセルティはですね何せ電池さらに電池の製造においてのものすごくノウハウ見識を持っておりますので。 そういったところのアドバイスサプライチェーンについて工場設立について LINE の設立についてもうあらゆる面においてアドバイスですね。で例えばあの元グーグルのセングプターでございますと、えー、非常にこうグローバルな視点でかなりソフトウェアにおいてはものすごい見識をお持ちです。で電池というのは非常にこのソフトウェアが大事です。でいろんなシステムとどうつながるのかさらにクラウドとつながった電池とかで電池自体のマネ,ジメントソフトマネジメントシステムであったり。 これは優秀なエンジニアの皆様とご一緒に作らなければいけない要素でございますのでそういったリーダーシップを求めてます。 であと、ターセック元ゴールドマン・サックスさらにネイチャー・コンサーバンシーのターセック氏についてはです、ね、あのもう何せ、我々これからザック・バラン資金調達をしっかりしていかなければなりませんで何せこの工場を作るためにはそれなりの資本がかかりますのでこの資本政策でありましたり資金調達であったりさらにこのあたりのこの先の進め方です、ね、における経営においてのさまざまなアドバイスこういったものを求めております。 であの会長の鍵本に関してはもうガバナンスですね、我々ちゃんとした会社をしっかり最初から作りたいと思ってますので、あの取締役課の会長としての、えー、ガバナンスと、えー、ところを,、えー、を担当しております。で、私はあの社長として日々の業務執行ですねあのあの、最高経営責任を持ってしっかりいい会社を作りたいと思っております。ありがとうございいいますす続てて本プロジェクトトににかかるコストについての質問です年金運搬,運搬や 大型電池工場はどれぐらい費用がかかるものなのでしょうか。また今後どのように資金調達をしていくお考えでしょうか。はい。あの我々ですね、電池のまず工場の方が一番早々に資金が必要で、かつ金額が大きいんですけれども、まあだいたい二桁億後半から三桁億に到達する前後ですね。ですから百億前後の資金を投入して工場設立を行いたいと思っております。 で資金の調達なんですけれどもこれはいろんなパターンがあると思ってますがすでに実は提携先は何社か進めておりますで我々の電池を逆にご利用いただきたい方あるいは共同で電池を使ったサービスが展開できるような大手企業こういったところとの資本業務提携というのが一つのリードとなるところですかねでそこからはそのほかですねあの金融機関含めていろんな調達方法でしっかりまとめていきたいなと。 思っています。で、船の方なんですけれども、こちらはですね、あの、まあ、二千二十年までに、まずは、P. O. C.。あの、ちゃんと、これが、あの、動きますよ、という、あの、プルーフオブコンセプトを作ります。こ、これには、そんなに、あの、莫大な資金はかからないので、あまり心配しておりません。ただ、あの、船を一隻しっかり作って、安全をすべて確保して。 さらに電池も積載してですねどこかで実証実験をしなければなりませんので到底我々単独でできるものではありませんこちらもあのすでにですね何社かとのパートナーシップとともに進めていく予定で進んでおりますはい、ありがとうございますありがとうございます続いて日本だけではなく島が多い東南アジア諸国などにも可能性のある事業かと思っております国外の重要に関してはどのようにお考えでしょうか はいあのー、もうグローバルだと思ってますこの需要はなので電気運搬船2025年に実証実験をした暁にはですね東南アジアなんか非常にいいですよね島々があの点々と分かれておりましてどこかの離島で風車を立ててみたりあるいは海上で立て立てみて,を見てであ,のあらゆる港を船がずっと臨時で運転していればですね海底送電線だったり島々をつなぐ系統を作らなくていいわけですし。 非常にあのメリットがある話だと思います。それなりの距離も短いですし、なのであの実は世界で多分この電気運搬船が非常に向いているスポットというのは何箇所かあるというふうに理解しておりまして、それら主要マーケットに向けて私のまテストとともにですね、グローバル展開をしていきたいと考えております。戦略的にやっていきます。ありがとうございます。それでは最後の質問です。いつ頃から会社の立ち上げの構想をしていたのか教えていただけますでしょうか。はい。 あのもう、まあ、すごく具体的にあのこの会社を、まあ、もうどんどんこうや,や,やろうというのは、まあ、1年ぐらい前なんですけれどもあのずっと考えてました。であの私としては、えー、何せテクノロジーを通してい,いかにこう日本にとっていいことさらに社会にとって世界にとってもいいことができるか。で今あの特に大きな問題をですねあの テクノロジーとイノベーションを通して解決したいというのがもうずっと信念でやっておりますのでもともと個人的な話で恐縮なんですけど海とか船も大,大好きで,です、ね、あのもう海洋国家である日本あのここでやっぱりあのこのタイミングで,です、ね、再生エネルギーの普及にこれなら貢献できると思ったので踏み切って一気にです、ね、あの立ち上げていきたいなとあの今思っている所存です、はい、ありがとうございます。 それでは以上です次次オートを終了とさせていただきます。ありがとうございました。すみません、長らくあの配信の方をご覧いただきまして本当にありがとうございます。あの何かご質問追加フォローアップ等ございましたらあの事務局の方にご連絡いただければですねあのしっかりフォローさせていただきたいと思います。あの今できたばっかりのパーアックスではございますがこの先もいろんなあの発表含めてですねあのニュースも出していきたいと思いますし、あのいろんな多分あの挑戦もありますのであの応援いただければと思います。 どうぞ今後ともよろしくお願いいたします今日はどうもありがとうございました